第五地区が巡り巡ってこんな町のど真ん中に繋がってたとはな。のんきなこと言ってんなよ。死ぬ思いしてまでバラクーダのボスに直談判した挙句収穫なしなんだぞ。なのに俺だけ用事が済んじまった。いいじゃねえか、それだけで行った甲斐があったってもんだ。それに心強い仲間もできたしね。よろしくね。俺たちを売ろうとしたけどね。あ、そういうこと言うんだ。結果的には助けてあげたじゃない。だな、おかげで助かったぜ。ありがとうな、じいちゃん。どういたしまして。イツさんは素直でよろしい。トミーも見習った方がいいよ。こいつ一番、おめえはお人よしすぎんだよ。ったか。経過はどうあれ、彼女に助けられたのは事実だ。それに茜さんを探すには千歳の協力は必要だろう。あら、受け入れてくれるのは嬉しいですけど、私は茜さん探しが済んだら用済み。どうかな。俺はあんたみたいなたくましい人間は嫌いじゃないぜ。そういう褒められ方したのは初めてかも。はぁ、分かったよ。俺も一番に銃向けた身だ。こいつにとやかく言う資格はねえさ。話がまとまったみたいで何よりね。それはそれとして、俺はこいつがいけすかねえけどな。あら残念。私はトミーのこと好きよ。うるせえ。こいつはどう思う、さんくせ。きっとまだ隠してることがあるはずだ。俺の勘がそう言ってら。いい女には秘密の一つや二つはあるものよ。よろしくね、トミー。ちょっとでも怪しい行動してみろ。見張ってるからな。大丈夫、私男の人からジロジロ見られるの慣れてるから。こりゃちーちゃんの方が一枚言うあてみてえだな。うるせえ。じゃ、改めてよろしくな、ちーちゃん。よろしくな。こちらこそ。改めまして、富士宮千歳と申します。お世話になりますね。それが俺が持っている茜さんの情報の全てだ。相当な権力を持った組織から提供されたんだが、書かれているのは生年月日に住所程度の情報だけでな。なんでなんだろうな。キリュウさんの組織ってあれだろ、007みたいなやつなんだろ。個人情報なんてちょちょいのちょいなんじゃねえのか。確かにな。一般人ほどむしろ情報は集めにくいということかもしれない。要人ほど常日頃マークされている分、情報も集まるからな。ああ、なるほど。千歳、些細なことでもいい。資料に書かれてないことで何か知ってることはないか。一つ気がついたんだけど。ん？なんだよ。仕事のことが書いてないのよね、これ。仕事？そう、養護施設の所長だったのよ、茜さん。ずいぶん長い間そこで働いてたの。沢城の頭、そんなこと一言も言ってなかったな。頭も知らなかったのか。まあ私も行ったことはないんだけどね。でも場所はわかるよ。何か手がかりがつかめるかもしれねえな。行ってみようぜ、その養護施設。ああ、そうしよう。なあ、ちーちゃんよ。ん？茜さんってよ、どんな人なんだい？なんでそんなこと聞くの？
いやさ、俺にとって茜さんってやっぱ母親っつうよりも俺のおやっさんが惚れた人なんだよな。俺にとっておやっさんってのは人生の目標みてえな人だから、そんなおやっさんが惚れた相手ってのがどんな人だったのか気になってよ。なるほどね。なら私がどうこう言うのを聞くよりも早いとこ茜さん見つけて直接お話しするのがいいと思うよ。変な先入観持たせちゃうのも嫌だし。そういうもんか。そういうもんよ。でも一番はいいね。え？何がだ？一番がどう感じてるかはさておき、実際茜さんは親御さんかもしれないわけでしょ。そういう家族に会いたいって思えることがいいなと思って。じいちゃん。あ、おい、着いたみたいだぞ。あのマーク、パレカナじゃねえか。パレカナ？ハワイのあちこちでボランティア活動やってる団体だよ。炊き出しとかビーチのゴミ拾いとかいろいろな。ボランティアに興味あるなんて意外ね。一度パレカナのフードバンクに行ったことがあるんだ。フードバンク？スーパーやレストランの廃棄食材を集めてホームレスとかに配るんだよ。トミー、そんな活動してたのか。立派じゃねえか。ヤグダ、もらいに行ったんだよ。そっちかよ。何かご用でしょうか。突然押しかけてすんません。俺たち、茜さんって女性のことで。もしかして見つかったんですか、茜さん。先ほどはすみません、てっきり警察の方々かと。いえ、こっちの方こそぬか喜びさせちまったみたいで。私、ここで働いているデイナと申します。かれこれ20年も茜さんの下で働いてきました。そんなに？ええ、なのに突然いなくなってしまって。茜さんがいなくなったっていうのはいつのことなんですか？もう13日も前になります。書き置きが残されていて、それっきり。13日。ちいちゃんが茜さんがいなくなったって言ってたのとちょうど同じタイミングだな。そうだね。レイナさん、書き置きには何て？事情があり退職しますって一言だけ。責任感の強いあの人がそれだけでいなくなるなんてありえない。でも字は確かに茜さんのものでした。警察には届けたんですか？もちろん。でも筆跡鑑定で書き置きが本人のものと判断されて、なら事件性はないということで詳しい捜査はしてもらえないままなんです。あの、何度も聞かれたことだとは思うんですが、茜さんの行き先に何か心当たりは？いいえ、残念ですが。そうですか。Miss Dana, you won't believe it! Yeah, the tomatoes we planted turned out huge! Wow, I see that. Why don't you share some with our guests? Okay! Huh? Here you go! Oh, arigato na! これはうまそうだ。施設の畑で栽培しているんです。へえ。Who are they? They're a friend of Akane's. Really? Does that mean Miss Akane's coming back? Sweetie, that's still gonna take some time. Oh, how long? I really want to see her again. I wish I could give you an answer. Hey, I know. Why don't you go fetch a watermelon too?
Find the biggest one you can. On it!慕われてたんですね、アカネさん。ここの子にとって、アカネさんは母親同然ですから。時々アカネさんのことを、ハワイ一の子だくさんなんて言う人もいるんですよ。アカネさんが面倒を見た子は、もう100人以上はいるんじゃないかしら。そんなにたくさん？ええ、ここで働いてもう40年になりますからね。40年。彼女が日本を脱出して数年後にはここで働き始めたことになるな。つまり沢城の頭が茜さんに会った時には彼女はもうここで働いていた。ここの子供たちのためにハワイに残ったってのか。デイナさん、茜さんの過去のことで何か聞いていることは？いえ、ご自分のことは話さない人だったので。失踪前、茜さんが誰かと揉めたり、恨まれていた様子は？茜さんに限ってそんなことは。あの人は誰よりも競技に沿って生きてましたから。競技？パレカナの競技です。私たちはネレシンの教えに従い生きるパレカナ教の信徒なんです。ああ、そうだったのか。パレカナってのはボランティアグループだと思ってたぜ。最近はそう思われている方も多いですね。ですがこれでもハワイで数百年の歴史を持つ教団なんです。へえ、数百年か。年季入ってんだな。ええ、パレカナはネレという火山の女神への信仰が起源とされています。火山信仰か。確かにハワイは活火山で有名だな。ええ、ハワイに住む私たちの生活は古くから火山の動向に大きく左右されてきました。火山は私たちにとって恐怖と破壊の象徴であり、それと同時に恵みと再生の象徴でもあるんです。その壮大な存在感に神格を見出すのは人としてごく自然な流れなのだと思います。ええ、日本の火山信仰もよく似た思想がありますね。なるほどな、万国共通の感覚ってやつなのかもな。私たちはネレシンが心穏やかに過ごせるよう常に自然の声に耳を傾けて生活しています。もしも人間が自然や火を粗末に扱おうものなら、その逆鱗に触れてしまうので。だからパレカナのマークは火の形をしてるんですね。はい、パレカナにとって火はとても神聖なものです。京都の家や施設では絶えず火を灯して消えないよう心がけています。ああ、そういえば茜さんの寝室にろうそく型の LED ライトがあった。もしかしてあれって？茜さんぐらいのお年になると火の不始末があると怖いですからね。そういう簡略化したものを備える方も大勢いらっしゃいますし、教団としてもそうしたやり方を推奨しています。火は神聖なものか。さっき子供たちが火の前では静かにしたのはそういうわけか。ええ、風で消さないように幼い頃から習慣づいているんです。へえ、でもなんでまた養護施設を運営してるんです？これも教義に基づくものです。火山信仰を起源としてパレカナでは自然とその中に生きる他者にも慈愛を持って接することを定めているんです。そうすることでネレシンの住まう世界に近づけると。それで養護施設か。大したもんだ。他にもホームレスの皆さんへのシェルターや母子家庭への支援施設など数カ所を運営しているんですよ。俺、パレカナのフードバンクに飯もらいに行ったことがあるぜ。だけど全然勧誘されなかったな。不況のための行動ではありませんから。何の見返りも求めないか。随分と立派な教祖様だな。ここの子供たちは
パレカナの信者のようにも見えるが。強制ではありません。ただスタッフが京都ですので、子供たちは自然と影響を受けて京都になることを希望します。特に茜さんの影響は強いと思います。みんな茜さんのことが好きですから。信仰心が強かったんですね、茜さん。ええ、あの人に欲があるとすれば弱き者を救いたいという願いくらいです。だから感謝されこそすれ、恨まれたりするようなことは決してありません。だからどうして姿を消したのか全く見当がつきません。はあ、ここでも茜さんの手がかりはなしか。All right, Dana. We've grabbed all we can, so I'm gonna haul this over to the food bank. Hey, thanks, Callan. Any chance we can throw in some meat or fish to go with it? I wish, but I don't see any fishermen or butchers around here. Think we're good to go with what we got? Well, I guess this'll just have to do then. あの、何かお困りごとっすか？今日はうちがフードバンクの食べ物を担当する日なんです。野菜は提供できるんですが、それだけでは栄養が足りません。以前は茜さんが声をかけて、いろんなお店が食べ物を持ってきてくれたんですが、彼女がいなくなってから、ぱったりと提供が止まってしまって。正直、茜さんの人望で食べ物が集まっていたんです。お恥ずかしい話、僕らはどこにどう声をかけたらいいかもわからないありさまでして。だったら俺たちにやらせてくれねえか。え、食べ物集めだよ。俺たちがハワイ中を回って声をかけてみるぜ。なんで春日さんが？別にボランティア精神とかそんなんじゃねえさ。ただもしかすると茜さんの手がかりがつかめるかもしれねえと思ってよ。ふん、確かにな。茜さんのルーティーンをたどってみるってのは悪くないかもしれねえ。いいんじゃないか。現状他にやれることもなさそうだ。ただやる以上は迷惑かけられねえぞ。そりゃもうやるからには全力でやらせてもらいます。なるほど、わかりました。ではお言葉に甘えさせていただきます。カロンさん、彼らをフードバンクのステーションまで案内してあげてください。わかりました。お願いしたいことは非常に簡単です。もらった食べ物をここに集めてほしいんです。ただ一つだけ決まりがありまして。食べ物なら何でもいいというわけではありません。ハワイ産のものだけでお願いします。ハワイ産の食べ物だけ？ハレカナはハワイの自然との共存をモットーとしています。だから食べ物に関しても地産地消を理想としてるんです。なので魚でも肉でもハワイのものをいただいてきてください。なるほどな。じゃあ始めるか。Wow! Finally meat that's not in a can! Shall we have some steak tonight? すっごく嬉しそう、あの親子。皆さん、本当にありがとうございました。みんなあんなに喜んで。こっちも頑張った甲斐があったってもんだ。だが食料を求める人がこんなにいるとはな。ハワイでは年々物価が上昇してるんです。特に家賃は高くて、ファミリー向けのアパートなら月3000ドルほどします。3000ドルってことは30万円？高級マンション並みじゃねえか。ですから仕事をいくつも掛け持ちして、なんとか家賃を払ってるような人が多いんです。ほんと参っちまうよな。俺みてえなのは毎日カツカツで暮らしてるよ。トミーはもう少し真面目に働く余地があるんじゃない？うっせ。ハワイっつったら地上の楽園みてえなイメージだったけど、せちがれえ話だな。ええ、
みんなが自分のことでいっぱいいっぱいになるときこそパレカナの精神が必要だと思っています。弱き者をいたわる、それをちゃんと実践できているのが茜さんでした。どうだみんな、茜さんの手がかりになりそうなもの何かあったか？いや、俺はなかったな。私も茜さんを知ってる人がいないかちょくちょく聞いてみたけど、知っててもいい人、優しい人って話くらいしか聞けなかった。俺もだ。一旦空振りってとこか。そうでしたか。なあカロンさん、茜さんは他にどんなことやってたんだ？そうですね、ビーチのゴミ拾いと町の見回り活動でしょうか。これに参加するのは茜さんの毎日の日課でした。そいつも手伝わせてくれねえか。もちろんあんたが良ければの話だけどよ。え、よろしいですか？じゃあ今日は夕方からアロハビーチを清掃する日なので、まずそちらのお手伝いをお願いします。時間になったらアロハビーチに集まっている京都たちに合流してください。私もここが落ち着き次第向かうつもりですので。夕方にアロハビーチだな。ありがとうよ、行ってみるわ。ずいぶん熱心じゃない一番。え、そりゃ人助けにもなるし、茜さんの手がかり探しにもなるからよ。なんか変か？ううん、別に。ああ、いらっしゃいましたか、春日さん。お祈りしてたのか。ええ、あちらがネレ島のある方角なんです。ネレ島？パレカナの聖地なんです。この先のどこかに浮かぶ小島で私たちの神の名をいただいています。そこに我々の神ネレ神が眠るという言い伝えです。へえ、島が丸ごと聖地なのか。はい、ハワイ王朝の時代から聖地と認められてきたので、現在も島の所有権は教団にあります。手つかずの自然が多く残っていて、ネレ島では我々が理想とする究極の暮らしが送れるんです。究極の暮らしか。贅沢三昧って意味じゃねえんだろうな。当たり前でしょ。ただネレ島に足を踏み入れることが許されるのは教団の代表をはじめ、徳を積んだごくわずかな京都に限られるんです。かくいう私も実際のところネレ島に立ち入るどころかこの目で見たこともありません。私もいつかは白に認められたいものです。白？徳を積み信仰心が認められた京都にのみ贈られる称号ですよ。教祖様から白の称号を与えられた京都だけがネレ島で暮らすことを許されるんです。あんたは選ばれてねえのか？こんな熱心に活動してるんだしよ。僕の信仰心なんて雑念だらけですよ。そもそも白に選ばれたいと願っている時点で不純です。地上の楽園ハワイのそのさらに中にある楽園の中の楽園か。茜さんも白ってのを目指してたのかな。まさか。茜さんは私と違って我欲に動かされることのない人です。見返りを求めてなんてありえません。ただん？あ、いえ、以前茜さんに伺ったことがあるんです。なんであなたはそこまで献身的に他者に尽くせるのかと。その時彼女言ったんです。罪滅ぼしみたいなものかもしれないって。罪滅ぼし？なんだよそりゃ。荒川って人を振ったことにか？さあね、これもぜひ本人に聞きましょう。だな。それでは奉仕活動を始めましょうか。
だいぶ綺麗になったな。あかねさんが見てた景色か。うわ、なーに黄昏れてんのよ。脅かすなって。どう、手がかり見つかった？え、いや、ちいちゃんは？こっちもなし。くどくばっかり積み上がってくね。このままだとあかねさん見つけるより前に白になれちゃうかも。そうかもな。一番はさ、ん？あかねさんに会えて、あかねさんがもし一番のお母さんだって分かったらどうする？ああ、どうもしねえかな。別に母ちゃんなんて呼ぶつもりもねえし、今んとこはこれを届けてやりてえってだけだな。そっか、いいな一番は。え、何がだ？私の家のこと話したでしょ、富士宮家のこと。私は家とか家族とか血縁とか大嫌い。そういう一般的には綺麗に聞こえる言葉が私の人生をずっと呪いみたいに縛り続けてる。だから、一番の生き方がすごく自由に見える。ごめんね、金持ちのないものねだりなのは分かってる。なあちいちゃん、家で死ねえか？はい、家でだよ、家で。手伝うぜ。俺、組で夜逃げの仕事を手伝ったこともあるんだよ。ちょっと、これでも真面目な話をしてたんだけど。俺も真面目に話してる。ちいちゃんが家から出て自由に生きてってんなら手貸す。富士宮家ってのがどんなもんか知らねえが、そいつらの手の届かねえ場所にちいちゃんを連れてってやるさ。ちいちゃんは命の恩人だからな。そんくらいお安いもんよ。あのさ、一番。ん？そのセリフ、ほとんどプロポーズだよ。わかってる？え、あ、なんでそうなるんだよ。いやいや、そう受け取るのが普通だって。マジかよ。プロポーズって言葉はトラウマなんだよ、もう。はあ、やっぱ俺が分かってねえとこで怒らせちゃってんだろうな。ちょっと勝手に落ち込まないで。おお、わりわり、心の古傷がばっかり開きやがってな。変な風に聞こえちまったんならすまねえ。言葉のあやってやつだ、忘れてくれ。でもよ、ちいちゃんの力になるってのはマジだ。そいつはできれば忘れねえでくれ。あっそ、こんなバカ初めて見た。あ、どうした？ありがとうございます。皆さんのおかげでいつもより早く終わりました。どういたしまして。綺麗になったビーチって気持ちいい。一番。あ、どうした？ありがとう。あ、それはそうだけどよ、なんか見つかったか？あかねさんの手がかり。例えばよ、海岸でゴミ拾いしてるふりしてボートで海へみたいなことできねえかと思って調べてみたけど、この辺は見晴らしが良すぎるし浅瀬が続いてるから
ここから船でどっか行ったってのもなさそうだったぜ。へえ、結構真面目にやってたんだ。偉い偉い。偉そうにすんな。おめえはどうだったんだよ。まずないとは思ったけど、茜さんの持ち物とかが落ちてないかなって見てたけど、やっぱりなかったね。こっちも収穫なしだ。何人かに話を聞いてみたが、めぼしい話は聞けなかった。カロンさん、茜さんが日課にしてた活動、あと一つあったんだよな。はい、町の見回り活動です。ハワイは比較的安全な州ですが、それでも犯罪と無縁ではありません。私たちは酔った観光客やたむろする少年たちに声をかけて回ってるんです。そんなことまでしてたのか。すげえ人だな。 OK、 じゃあそこで手がかりが見つかるかもね。頑張っていきましょう。もうなんだよ、急に張り切り出して。そう、いつも通りだけど。俺たちにもその見回り手伝わせてくれ。どこを回ればいいんだ？今日はアロハブリッジ付近とアートウォールズを見回る予定です。まずアロハブリッジ付近から始まりますので、そちらに向かってください。現地に担当のロメロという者がいるので声をかけてください。私は後処理があるので、アートウォールズから合流できればと思います。ロメロだな。了解、任せとけ。ここは長い間倉庫や工場しかない一帯でした。夜は真っ暗で治安も悪くて。それが10年ほど前に再開発が行われたんです。世界中のアーティストに壁を提供して自由に絵を描いてもらったところ、ほら。今では若い人に人気のスポットになりました。へえ、洒落た店も出てるじゃねえか。観光客向けの飲食店がこぞってここに進出してるんです。市内はどこも飽和状態なので。Please stop! I'm begging you. This place is my livelihood. Your livelihood? Did no one tell you we're the new owners? What's wrong? Is there some sort of trouble? Who the hell are you? We're with Palikana on Neighborhood Watch. Palikana? Oh, thank goodness. Please, you have to listen.I've been running this cafe for 30 years now, and I never once have endured such violence. Yeah, quit bitching. If you'd have paid your debt, we wouldn't be here. But I never even borrowed money from you. Oh, we know who you borrowed from. Thing is, this morning, we bought that lender out. So as of now, your debt and this shithole is ours. Even so, you can't just barge in here like this.The previous lender agreed I could pay off my loan in installments. We had a deal. You're a native Hawaiian, aren't you? What difference does that make? Well, cheer up. We're turning this place into a boba shop, and your ass can run the register. The Howleys ought to eat that shit up. Now let's get renovating. That's enough.Aren't you Palikana people supposed to be volunteers? Volunteers should stay the fuck out of business. Strong-arming helpless shopkeepers is hardly what I call business. Now, I'd like to ask you to leave. And trust me, you'll be hearing from our lawyers. Oh yeah? How about you scram, or you'll be hearing out your asshole?I'm staying right here. Oh, you sure? Then maybe we ought to tear you up first, huh? Threaten me all you want. I'll never budge. Get a load of tough guy here. He thinks he can stand up to us. All right. Let's see if you're still standing after this.
何言ってんのか全然わかんねえけどよ、人を笑って殴るやつが悪党だってことぐらいはわかるぜ。 What the? You another poly kind of prick! だから言えばわかんねえって。カロンさん、俺は新人とか正直よくわかんねえけどよ、あんたたちのことかっけえって思うぜ。すげえよ春日さん。 God damn! Can a man not shake someone down in peace? Boys! We're wrecking these bastards! Fucking son of a... Fricka! Look what you done to my shop! Whoa! That does it! You should have listened while you had the chance! Yose! Eat lead! Huh? What's wrong? Goddamn trigger stuck! Nanda? Jammed or? Shit! Says this at once. Madame Nayla, you see, forbids the use of fire in human conflicts. Who the fuck are you? No. Be good and hand me the gun. Attempting to shoot will only make things worse for you. Get the hell away from me! What did you just do? Such a pity. Allow me to tend to your wounds. Get the fuck away! He's a monster! I swear he's a goddamn monster! 神のご加護だ。やはりブライス様は神の寵愛を受けてらっしゃる。ブライス様、あの方がパレカナの代表、ブライス・フェアチャイルド様です。あれが、アミラコ、グッグレイシス、アミラコ。Rejoice, for Madame Nelly has extended her divine protection to you and your homebrew establishment. Madame Nelly, mahalo i oi! そちらの方もお怪我はありませんでしたか？なるほど。すると皆様はそれぞれ別々の事情から茜さんをお探しになっていると。はい、それで茜さんがここの所長だったと聞いて。私も彼女のことを大変心配しております。この施設も彼女なしではとっくに閉鎖になっていたでしょう。ですから私もこちらになるべく足を運んで、何か進展がないか伺うことにしているんです。あの、どうして茜さんはここに入信することになったんですか？茜さんは日本にいられない状況になり、ハワイを訪れたと聞いています。彼女のルーツはハワイにあったと。ああ、それは沢城の頭も言ってたな。しかし親戚を頼るわけにもいかない状況で、そんな時手を差し伸べたのがパレカナだったと。ほどなくして彼女はパレカナへ入信されました。茜さんは本当に京都の鏡のような人でした。あれほど無垢な信仰心を私は見たことがありません。なら彼女は白に選ばれたんですか？白のことをご存知とは。実は彼女に白を授けたい旨をそれとなく伝えたことがありました。ですが
彼女はこの施設を最後まで支えたいと。Father Bryce, guess what? I helped make dinner this evening. You did? Then I suppose it's time to dig in. How much would you like? Well, I'm supposed to be on a diet. But today's special. One big helping, please. Yes, sir! Kasuga-san.もし茜さんの無事が分かりましたら、すぐに私にもお教えください。分かりました。でも、ブライスさんは普段ネレ島にいるんですよね。ええ、ここの職員に伝えていただければ、私にも連絡が入りますので。分かりました。そんじゃ、そろそろ俺たちはおいとまするか。だな。よろしければお食事されていきませんか。そろそろ晩ご飯の時間ですし。いいんですか。俺はちょうど腹減ってたとこだ。みんなは賛成だ。お言葉に甘えるとしよう。ええ、ぜひ。春日さん、そして皆さん、今日はお会いできて本当に良かった。こちらこそ。なんつうか、茜さんがいい居場所を見つけられたんだなって分かってよかったです。ええ、そうであれば私も嬉しく思います。あれ、ちーちゃんどこに行った？チュトーセイ、 Where are you? It's dinner time!She's not over here, if you're wondering. ええ、予定通り春日一番と一緒にいるわ。いいじゃない、結果往来なんだし。なんなら当初の計画よりも信頼は得られてるわよ。おい、どうだちーちゃん。分かってる。じゃあもう切るわよ。ここよ、ここ。あお腹空いちゃった。晩ご飯は何？